今回は休暇園の村田さんに盆栽道具のメンテナンス用品をご紹介していただきますよろしくお願いします。はい、休暇園の村田です。まあ、盆栽の手入れに使う道具の、メンテナンス、汚れ落とし等々に使う道具を、紹介したいと思います。今私の目の前にメンテナンスに必要なものをいくつか並べてるんですけれど、ここにあるものを全て揃える必要というのは、全くありません。今日は説明ということでね、手元にあったものをちょっと一切合切持ってきてしまって、並んでるものの中には役割が重複してるものですとか、私が実際買って使ってみて、ちょっといまいちだなと思った、そういうものも、並んでますので、皆さんはここにあるものを全部揃えないと道具の手入れできないのなんて思う必要は全くないです。動画を見て、必要に応じて、必要なものを揃えていただければ、よろしいかなと思います。まず最初にですね、これは道具の手入れに限らず、盆栽の作業全般行うとき、私はなるべく手袋をするようにしてます。これは手荒れの防止、あとは怪我の予防ですね。で、特に道具の手入れをするときは刃物を扱うことが多かったりして、一応手先の保護のために手のひら側がゴムでコーティングされている手袋を使うようにしています。で、指先を使う細かい作業で、使いやすい手袋というとですね、昭和グローブのニトリル組み立てグリップというこの手袋一角ですね。これが一番いいと私は思っています。これはですね、ホームセンターですとか作業用品店で大体売ってると思います。で、普通の商品は白なんですけれど、白だとちょっと汚れが目立つんですね。で、最近いくつかの店舗で黒いバージョンが売られるようになって、昔はネット通販限定だったんですけど、今この黒いバージョンが、一般の店舗でもある店にはあるので、汚れが気になるようでしたら黒いバージョンって、あんま手に入らなければ白い方でも機能的には変わりません。作業に先立って必要な道具をですね、いくつか取り上げて説明していきたいと思います。で、まず一番最初、これは持ってた方がいいなというのが、真鍮製の金ブラシですね。この先の毛のところが細い真鍮の針金でできているという、そういうブラシです。盆栽の作業自体にも結構使うもので、特に小白類のジンとかシャリを掃除する、磨くということで使う方非常に多いので、盆栽、特に大型の盆栽などは使う方で、小白類持ってる方は大体持ってるという、そういうブラシです。これが盆栽の道具の手入れにもいいということで、これは1本持っていて損はないかなと思います。これがどこで買えるかって言いますと、盆栽店などに出る盆栽の道具の売店などでも多分必ず置いてると思いますし、あと、もしホームセンターで探す場合は、塗料売り場、あるいはブラシとか研磨用品の売り場などにも多分必ずあると思いますので、そういったところで手に入ります。はい、形状なんですけれど、盆栽界ではなぜかこの先が上に少しこう斜めに曲がってるJ 型っていうのをよく使うんですけど、私はこの先端がまっすぐな方が力が入りやすくて、特に先端を使いやすいので、私はこのまっすぐな方を使ってます。これはお好みに応じて選んでいただければいいと思います。これの使い道なんですけれど、これは道具の表面についた泥などをかけ落とすのに使います。この先端の毛の素材なんですけれど、鉄製ですとかナイロン製とか何種類かあるんですけれど、ナイロンだとちょっと腰が弱いで、鉄ですとちょっと硬すぎて道具に傷がついてしまうということがあるので、この真鍮が適度な硬さなので、これがおすすめ。次にですね、こういう消しゴム状の汚れ落としというのがあります。ゴムに、研磨剤を混ぜて固めたもので、ここに4種類ほど持っ
ってきまして、でいろいろ試してみたんですけれど、その結果ですね、一番使いやすいのがこのタイプで、これは樹液クリーナーという商品名でやってます。この大宮盆栽美術館の駐車場の中にあります。売店で扱ってます。で、私が使ってるのが、特用サイズ、現在1200円で売ってるもので、これの半分のサイズで700円というものもあります。これは、こちらのブラシは表面についた泥などをパパッとかき落として、歯などについた樹液ですとか、ヤニを落とすには、この消しゴムタイプのものがおすすめで、まあ、これも盆栽やる方はですね、一つ持っておいて、損はないというそういう道具です。次にこのような金属たわしですとか、これはメラミンスポンジですね。激落ちくんというような商品名で売られているものです。でこれはですね、ご家庭で普段使ってるんじゃないか、あるいは100円ショップなどで手に入るもので、これの代用をするにはどうしたらいいかということで、ちょっと持ってきたんですけど。で、次にですね、カワトです。自作のカワト。カワトと言います。昔の映画とかドラマで、よく床屋さんがカミソリを革の帯でシュッ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 とやってる、そういうシーンをご覧になったことがある方いらっしゃるかもしれませんが、あれは別に、儀式でやってるわけではなくて、カミソリの刃先の、調子を整える、そういう目的で、革の帯でシャッシャッシャッとこうやってるわけですね。で、今床屋さんでなかなか革と見る機会ないと思います。特に刃先が重要な刃物を扱う方はですね、結構革刀というのを自作して、使っています。で、これはですね、これも必ず必要なものというわけではないんですけれど、割と簡単に自作できますので、ちょっともう一段階上の手入れをしたい、刃物の、刃先の研磨をもう一段階上の段階でやってみたいという方は1本作ってみることをお勧めします。絶対必要なものではないですけれど、1本あると何かと便利なもので、作り方自体はインターネット等でカワトで調べていただければ作り方が出てきますけれど、人に乗ってるカワトの場合は皆さんサイズがちょっと大きいんですよね。で、ハサミに使うにはこのまんま真似すると使いにくいので、私はこういうホームセンターで適当な大きさの板を買ってきて、でこの先についてるのは革です。カワトの名前の通り革ですね。で、牛革の、裏側、表ではなくて表のツルツルした方ではなくて、革の裏 の、 スウェードの部分、起毛してある側を表面にするように、裏表逆にして、接着剤で、木に貼り付けて、でそこにこの、青棒という研磨剤を塗り付けます。でこれもですね、多分ホームセンターの砥石ですとか研磨剤の売り場に置いてあると思います。私実はこの青棒は100円ショップで買いました。ただ 100円ショップの品揃えは結構時代によって変わっちゃうので、今でも青棒を100円ショップで買えるかどうか分かりませんけれど、そんなに高いものではないので、革と作る際には青棒も必要です。次に砥石ですね。で砥石も何種類か、持ってきてます。砥石についてはまたちょっと説明することが多いので、説明の動画を作った方がいいかなと思うんですけど、何種類か持ってきてますけど、普通は1本あればよろしいと思います。で次にですね、油ですね。油もですね、今日目の前にいくつか並んでますけれど、油についてもちょっと話し出すと長くなってしまうので、これはまた別にちょっとご説明した方がいいかなと思いますけれど、大まかに2種類今日は油を持ってきてます。で、一つはこういったスプレー式の防水潤滑剤ですね。この556なんですけれど、一応歌い文句は防水潤滑というふうになって、サビの予防と潤滑に使うということになってますが、
実はこれはあんまり潤滑には向かないんですね、実は、うんうん、あの油膜が弱いんですね、うんうん、揮発性が高いので金属と金属が直接擦れ合うところに使うとあまり効果が長持ちしないという、そういう問題があります。これは何に使うかというと、錆落とし、あるいは、汚れ落としの洗い油ですね、まあ、揮発性はあるんですけれど浸透力がありますので錆を落としたり、あと、水に濡らしてしまった道具を切手を追い出す、そういった目的に使います。で、まあ、日常の手入れには、普通のごくごく普通の、機械油、まあどちらもそんなに高いものではありませんし、他の用途にも使えますのでね、例えば自転車ですとかね、自転車のチェーンですとか、まあ他の目的にも使えますので、もし家にあればそれをあの流用してしまって構いませんし、うん、まあこの機械に盆栽の道具ちょっといいの買ったら、手入れのために、油も買っておくと、よろしいんじゃないかなと思います。はい、以上で大まかですが、道具のメンテナンスに使う資材の紹介を終わります。ありがとうございます。